何これ、シンクロ召喚あ、セーブポイントなんだ。これはもちろんみんなと仲良くすることだよ。空の影がどうした、どうもこんにちは、ライラというものです。初めましての方は初めまして、そうでない方はですね、今回もよろしくお願いいたします。今回からですね、プレイステーション2で、2002年にスクウェアから発売されましたこちらのキングダムハーツ初代ですね、こちらをやっていきたいと思います。アクション RPG ということなんですが、初めてです。ずっとね、前からやりたいやりたいなって思ってたんですけど、なかなかやれずにいたので、実況という形でねやろうかなと思って、思い切って選んでみましたということなんで、初見プレイ、初見プレイなんでね、よろしくお願いいたしますということで、早速ね、はいはい、ということで、早速ニューゲームやっていきたいと思います。よろしくお願いします。バイブレーション、バイブレーションは振動のことだよね。じゃあオンでいきます。はい、なんかオプションとかあったのかな、わかんない、まあいいや何もかもが初めてだからプレイステーション2のコントローラーをね握るのがすげえ久しぶりで、おお、ディズニー、あ、こういう感じで始まるんだ。スクエアソフト、聖剣伝説のイメージが一番強いんだけど、キングダムハーツ、こうやって始まるんだ。壮大に始まりますねお、少年が空くんだったかな、確か。俺にはよくわからないんだ。いや、俺にもわからん。この世界が本当に本物なのか。え、なんかいきなり深いよそんなの考えたこともなかった。オープニングなのかな、これって。かっこいいですね、なんかこれは。すごい。うん。おお。あ、これはね、CM とかのイメージでよくありましたので、わかりますよ。宇多田ヒカルさんの、確か、光でしたよね、確かこれ、この曲は。ですね、ムービー中は基本的に自分は比較的喋ることが多いと思いますのでね、よろしくお願いいたしますということで。おお、なんかクールなイケメンが確かリクくんでしたね、主人公の空の1歳年上の男の子だった気がします。おお、すごい、なんかマッド見てるみたい、公式のなんかすごいですねこれ。おお、歌いたくなってしまうあ、かわいい、すげえかわいい。何あの子、説明書、カイリ、あ、カイリって言うんだ。14歳の少女、数年前に空やリクとが暮らす島にやってきた。へえ、見た目は可憐だが強い意志を心の内に秘めているだそうです。あ、これはこれはちょっと仲良くしとかないと、もっと仲良くしとかないとリクに取られる前に取ってしまわないと、頑張ろうなソラ、頑張ろうよ。すごいですね、でも本当鳥肌がすっごい立ってる。ほう、これは水の中かな。ここから、お、
なんだ？こっから始まるのかな？お！何かが地面、足場のところに何かあったよ、今。空くん？下。そして鳥が飛び立って、白雪姫で、合ってるよね。わかんないけど。ディズニーの知識もね、そこまであるかわかんない。残された時間は少ない。僕はもう戻れない。けれど急がないで、恐れないで。マヤミキさんみたいな、諦めないでみたいな。語呂が合いそうだね、なんか。扉はまだ閉ざされている。さあ、歩き出してごらん。ここまで来られるかい？いや、行ってあげましょうよ。あ、親切。左スティックで移動。少し倒すと歩く。いっぱい倒すと走る。靴でけえな。おう。イベント。まあ、最初はチュートリアル的な感じで進んでいくのかな。君の中に眠る力。力は形になり。おう。形は力を与える。君はどんな力を望む？あ、3種類あるんだ。え、罰でジャンプ。いきなり。ここでジャンプを教えるんだ。あ、そっか、ジャンプして飛んないといけないんだ。盾と、剣？剣と、これはなんだ？魔法の杖的なもんなのかな？やっぱ、攻めか守りって言ったら、俺は守りなんだけど、攻撃は最大の防御って言いますからね。攻め込む力。誰にも負けない勇敢な強さ。他人を傷つける。読めなかった。そうです。そう。それが君の選んだ力。お、すごい。それじゃあ君はそのために何を差し出すの？え、何これ、もう一個選んでいいの？よくわかんないんですけど。あー、なんか興味すっげーあるんだけど。まあいいや。この盾を、じゃあ、いただきましょう。守り抜く力。仲間を助ける優しき強さ。すべてを拒絶する臆病な盾？盾で合ってた今の。それが君の差し出す力。はい。君は力を望んだ。力を差し出した。守り抜く力を。あ、やっぱり違うってあるんだね。でも、やっぱりね、一回決めたことはね、ちゃんとこれでやっていきましょう。そうだ。おえで、めっちゃブルした。ブルってした、今なんかコントローラーが。うわ、すごい。え、なにこれ。おう。え、なに。え。ね、これ、いい最終回だったみたいな。そんなわけないよね。まだ続くよね。ちょっと待ってよ。これからだろ。お、なんだっけ、オーロラ姫だっけ、なんだっけ、忘れた。全然わからん。シンデレラ？わかんない。オーロラ姫？わかんない。まあいいや、後で調べときます。おう、何？君が手に入れた力、それは戦う力。お、この姿勢かっこいいね。この姿勢。あ、まるで。おう、なるほど。そう、そうやって戦うんだ。そしてこれが君の生きる力。あ、緑が体力ゲージなんだね。ヒットポイント。はい。OK です。MP もあるんだ。マジック。うん。失礼。だから君は戦わなくちゃならない。お、なんか出てきたよ。アリみたいなやつ出てきたぜ、なんか。ハートレスって言うんだ。へぇ。ちょ。あ、そうだ、丸だ。あ、なるほどね。こうやって攻撃していくわけですね。あ、何これ。なんかこのなんか緑色のなんか、なんか枝豆みたいなやつが出てあ、経験値なんだ。え、経験値で合ってんのこれ。え、何これ。なんか枝豆みたいなやつ、何なのこれ。あ、消えちゃった。で?あ、はい。アイテム近づくと手に入れる。はい。OK です。うわ、また出てきた。後ろから攻め込むとかひどいだろ、これ。それはないわ。初心者相手によ。はい。あ、ロックオンとかできるんだ。なるほどね。OK です。もう一回押すと解除と。じゃあ、ロックオン。
ちょ、後ろにもいる、後ろにもいる。あ、そうだ。攻撃を罰だと勘違いしてる俺がいた。なるほど。おー、かっこいい。痛い。下手くそ。これからどんどん鳴らしていきましょう。あ、これ体力回復するやつなんだ。枝豆みたいなやつは。なるほどね。なんか枝豆とか言ってほんと申し訳なかったわ。え？何？うわ、闇が。闇なのかこれは。うわ、吸い込まれていく。怖い。もっとなんかワクワクするゲームだと思ってたんだけど。これからそういう感じなのかな？もがいてるよ。ん？何？次は、どこだ？ここは。ん？あ、なんか扉あるぜ。扉に行くんじゃないのか？これ。これフィールアイコンです。はい。調べるに合わせてよ。あ、OK です。あ、こういうことね。こういうことね。これで調べると。オープンザドア。あ、これじゃ開けられない。オープンザドア。オープンザドア。で、鍵かなんかがいるのかな？お。お。出てきましたね、なんか。はい。じゃあ開けるってコマンドが出たんで。お。うん。何？お、木箱。クラッシュバンディクを思い出させる、この。木箱は壊せばいいのかな。で、アイテムが出ると。はい。あ、ポーション。これが回復系のアイテムなのかな。お。開いたんじゃねえの、これ。はぁ。ドンキーコング出てきちゃったよ。また間違えた。また間違えたよ、ボタン。で。これで開くのかな？はい。オープンザドア。オープンザドア。お、開いた。まぶしい。てか、今思ったけど、ソラ君すげえ髪型してる。ワックスガチガチやろうな。まだだよ。まだ扉開かない。開かないのか。その前に君のことをもっと教えてよ。え？何？はい。え、どこで行ったの？あ、かわいい、なんか。話すコマンドがある。話そう。あなたにとって一番大切なものって何？人より先を進むこと。みんなと仲良くすること。自分だけの宝物。それは、もちろん、みんなと仲良くすることだよ。大切さ。で？何をそんなに恐れているの？歳を取ること、他人とは違うこと、どっちつかずなこと。俺誕生日早いからな。本音言っちゃうとこれが俺の悩みなんだけど。誕生日4月生まれは辛いですよ。どっちつかずかな。でもここは。お、もう一個ある。何がしたいんだ？珍しいものが見たい。世界の姿を知りたい。強くなりたい。なんかこれで、なんか大丈夫博士が出てきてなんか。それはないわな。じゃあ、珍しいものが見たいです。おう、それよ。みんなと仲良くすることを目指し、どっちつかずなことを恐れ、珍しいものを望む。なんだろうね、これ。はい。あれ？はい。読みました。君の力は、昼中に始まる最後まで変わらぬペースで旅を続けられるだろう。まあ、いっか、そんなの嫌だってね。まあ、いっかって軽いな、おい。まあ、いっか。なんかこれ、あ、その日は遠くて近い。君は、扉を開くその日は。これはなんかあれかな、成長スピードとかがかかってくるんですかね、これ。次は何でしょうか。バラ。バラのトゲがなんか怖いよ。なんかいい雰囲気を出してますよ。なんか戻ってきちゃったよ、ここに。で？あ、これでカメラアングルを変えれるわけですね。なるほど。で、
あ、はい。じゃあメニュー開きましょうか。あ、その前にイベントか。うわ、また出てきたぜ、なんかアリンコ。アリンコが出てきた、出てきたぞ。なんか、囲まれたやべえ、ちょっとやばいじゃん。ちょっと、大勢で、大勢で汚いぞ、ちょっとこの野郎。おわい、いってててて。もう何がなんだかわからん、もう。一旦。で、ロックオンかけてからの、この3コンボ。カメラを仕事して。で、このカメラアングルで3で OK。で、1、あ、外した。1、あれ ?1、あれ ?1、あれひどい、これはひどい。1、2、3、こんな感じでやっていけばいいのかな。1、2、3、あ、ちょっと外した。わいって。何する何をするこの。あれちょっと、全然当たんね。1、あれ?1、2、あと1体いた。ジャンプ攻撃とかできんのかこれ。あ、できる。まあ、普通にやろう。はい。OK かな。そしてまた、イベントか。なんだあれ。なんか光り輝いてるこれ。なにこれ。シンクロ召喚あ、セーブポイントなんだ。へぇ。HP と MP が回復するわけですね。はい。OK です。こまめにセーブしていきましょう。で。お!階段ができたぞ!螺旋階段。じゃあ、セーブしましょう。はい。スロット1。じゃあ、セーブしていきます。初セーブ。なんかめっちゃファイルあったよね、今。すごいな。たくさんやれるんですね。これバックアップとか、取っとくには十分ですね。こんだけあると。これは助かるぞ。じゃあ、登っていけばいいのかな。靴ずれとか大丈夫なのかな、この空くんは。どう考えても、でかいよな、この靴のサイズ。で、新たなイベントが始まりました。光に近づけば近づくほど君自身の影は大きくなる。何?ん?空の影が、どうした?ちょ!けど恐れないで。また、マヤミクさん出てきた。そして忘れないで。何?ちょっと。ちょい、落ちる、危ない。なんか、オベリスクの巨神兵みたいなやつが。なんかすっごいごっついやつ出てきたぞ。影なのか戦うのか。あ、ちゃんとある。できる。うわ、ちょっと怖い。うわー、怖い。とりあえず、腕に攻撃か。腕に攻撃だな。はい。はい、痛い。おい。こういう感じでやっていけばいいんですかね。よくわかりませんが。とりあえず腕を攻撃するってことか。よし。おら。アリンコ無視していいか、もう。切りねえぞ。腕だな。腕狙おう。待って、なんか来るぞ。なんか来る。うわ、シャドーボール。うわ、危ない。ちょ。シャドーボー来たぜ、シャドーボー。お前、ゲンガーかよ、この野郎。レベル上がった。攻撃力アップだって。お、すごい。経験値得られるんだね、こういう、戦ってる最中でも。倒して経験値なんぼとかじゃないんだ。なるほどね。ちょ、待って、また来る。シャドーボールが来る。あ、なに?え、なに?いいのかな?いいんだよね、せめて。おら。痛い。もうわけわかんない。とりあえず、腕だ。腕を攻めろ。腕を攻めろ。で、腕だ、腕。いけ!お!いったんじゃねこれ。ついでに、オーバーキル。ちょこっとオーバーキル。お。倒しましたか?何?うわ!何これ?すっげえブルってる。で、またどっか別の世界へ行っちゃうの?ソラ君は。
だけど恐れないで。ちょ、なにこれ、怖いんだけど。めちゃくちゃ怖い。君は世界で一番強い武器を持っている。それは何なの？だから忘れないで。え？何？その扉を開くのは君なんだ。え？すげえ深いぞ、なんか。で？なんか、音だけが聞こえますね。あ！眩しい。日差しが眩しい。いい空だね、これ。ダジャレ言ったわけじゃないです。つまんねえな、今の部分ちょっとカットしとこうかな。あ、うぅ、びっくりした。お前の声でビビったわ。カイリー、かわいい。そろそろサボる頃だと思ったんだよね、空は。え？違うって、あの真っ黒いやつが俺を飲み込んで息ができなくなった。夢落ち？って、夢じゃなくて。寝違えたのかよ、しかも。夢だったのかな。寝違えたとか。変な場所でさ。はいはい。かわいそうに。なあカイリ、カイリが子供の頃にいた町ってどんなところだった？覚えてないよ。前にも言ったでしょ。思い出したかと思って。全然。帰りたくならないか？確か幼馴染だったのかな。そうか。でもね。見てみたいって気がするな。俺も見たいんだよな。この世界以外にも世界があるんだ。死ぬまでには絶対見たい。俺も見たい。じゃあ一緒に行こうね。おいおい、え？俺は仲間外れかよ。出たな。しかも真面目に片付く。かっこいい。わっと。カイリも一緒にサボってたろ。結構がっちりしてますね。みんなで一緒にね、向こうまで競争。え？何これ？競争？よーいどん。かわいいなこの二人。結局は走るんだね。いい友達じゃないですか。いい友達じゃないですか。おお、キングダムハーツ、ここで始まるわけか。なるほど。あのロゴもかっこいいんだよな。そしてなんだ、何が、お、デスティニーアイランド、運命の島。なんだろうこれ。今ここにいるのか。はいはい、話します。残りの材料、はい、何集めるのは丸太を2本、大きな布を1枚、ロープを1本。あ、はい、わかりました。じゃあ、集めましょうかね。はい、集めていきましょう。お、いきなりあんじゃん。これで全部かな。じゃあ届けましょうか。よっ、はーい。お、ハイポーションだって。いや、まだまだだよ。じゃあとりあえずセーブポイント探したいとこなんですけど。何これ、浜辺の小屋。お、あった。じゃあね、今回ここまでにしとこうかなと思います。時間も時間なので、次回はですね、この続きからやっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。まあこんな感じにね、やっていこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。次パートで続きます。